実は夫婦だった漫画家、戸田義弘先生と竹内直子先生。戸田先生の代表作はハンターハンター。竹内先生の代表作といえばセーラームーンです。二人はパーティーで出会ったと言われていて、竹内先生が戸田先生の大ファンだったらしく、パーティーで名刺をゲットし、後日電話をかけ、デートの約束を取り付けたそうです。またお互いを、王子、姫、と呼び合うほど仲良しで、おしどり夫婦だそうです。臼田恭介先生と榊健二先生。臼田先生の代表作はセクシーコマンドオーガイデン。すごいよ、マサルさん。榊先生の代表作はエニグマです。二人の馴れ初めは不明ですが、二人目の子供が生まれたのをきっかけに、北海道へ引っ越すことにしたらしく、今まで住んでいた家を売ろうとするも、1億6800万円の豪邸で買い手がなかなかつかず、ツイッターで宣伝したら大拡散され、ヤフーニュースで取り上げられ、騒ぎになりました。元宮博先生と森田純先生。元宮先生の代表作といえばサラリーマン金太郎。森田先生の代表作は人生上々です。妻の森田先生は58歳で漫画家を引退されましたが、現在も元宮先生の作品で、女性キャラの下書きを担当しているそうです。